おはようございます。今日はですね2017年6月の12、お昼の12時40分です。おはようございます。よろしくお願いします。多分ね、でもね、便所太郎さんが捨て頃解説枠やってるからね、劇的に勝さると思う。 あと今夜がなんかプラプラしてんだっけ、知らん。今夜いいよ、今夜客層かぶってないから。はい、若津、まあ楽しもう。はい、行こうぜ。すごい服だね。すごくないよ、ひらひらだね。歩けるの？痛い。どうしようか、飯食おうよ。腹減った？いいよ。全然減ってる。この辺地元でしょ？まあね。住んでどれくらいなの？長い長い。長い？うん、ただただ長い。じゃあ、うまいもん、うまい店教えてほしい。何食べたい？和洋中。和洋中。中はないかな。和か、和か、肉？アレスさんからお嬢いらっしゃい。ヒロリンいらっしゃい。あ、そしたら、あっちの中に潜った方が。中に潜った方がいい。良さいいよ。あの、そんなバカ高い店ないでしょ。大丈夫でしょ。まあまあないけど。一応ね。適当に。はい、ワードツー。ここさ、覚えてる？みんな。俺、すげえ懐かしくて、このマクドナルドの前って、石野浩介と初めて会ったところなんだよ。ここ石野浩介と初めて会った場所だからすげえ懐かしい。西口。ワードツー、いらっしゃい。ランチの方がいいよね。ランチいいんだ。うん。天音くんいらっしゃい。まあ、ランチだったら、うん。焼肉で、うん。すごくいいお店がある。あ、じゃあそこ行こう。なんかちょっとなんか機材ちょっと油になっちゃうってこと気にしない？大丈夫、大丈夫。もうすぐそこなんですよ。いいじゃん。そこ行こう。そう。キリトさんいらっしゃい。楽しんでってください。あ、うちのリスナー。そうそう。よいしょ。空いてるのかな。なんかここ2階もあるから、うん、家が2階通してくれるかもしれない。俺パソコン配信だから。パソコンだから。足行ってよ。ちょっと一回カメラ切るね、映像切るね。はい、まだごめん、なんかサーバーがね落ちちゃって。アリスもこれ食べてね。あ、でもこっちにもあるから。うん、あ、そうなんだ。うん、オッケー、いただきます。あれはどれだ、これ。あ、これ、はい、ありがとう。ゆきまろさんいらっしゃい。辛いの入れる？あ、こっちじゃん。うん、あ、いいや。うん、はい。プロ配信者の姿をね、配信してるところで勉強しよう。全然全然。いただきまーす。超うまそうなんだよ。あ、うまい、ここ。いや、うまいよ、ここは。うまいね。うん。うん。待ち合わせ場所がちょうどよかったかも。ね。いただきまーす。池袋結構便利だよね。うん、便利便利。花見ありがとう、海田。ありがとう。ありがとう。え、4月は始めてどれくらいなの？4月から始めたから。あ、4月なの、最近なんだ。うん、でも、リスマン撮って。おー、すごいじゃん。あ、え、リスマンいつ撮った？5月。うん、今月も狙おうよ。っていうか、俺が潰しちゃったんだよね。5月じゃない。4月か。始めた月にやりた。はいはいはい。で、5月全然配信しなかったんだ。この前撮れそうだったんだけど、アリス。俺が潰しちゃったんだよ。己ワード。この日狙ってたぞ。狙ってない。すごかったじゃん。5000まで行ったよ。え、だから私も、和道さんのアラップしててびっくりして。そう。
いや、アリスだったら勝てるなと思って通信聞いたんだよ。いや、配信者1万円稼ぐの必死でしょ。いや、でもとりあえず月によく言うよね。いや、厳しい月あったよ、俺も。本当？あのね、7回、1ヶ月の間に7回連続2位の日があって、悔しい。悔しかった、もう寝れない日が続いた。どうも、おまきゅん。あれは悔しかったね。うなさんまに負けて、じゃがいも王子に負けて、あれに負けたから。じゃがいもに負けたら嫌だな。アイラに負けて、テルに負けてって。アイラとかはしょうがない。うん。その私最初のリスナーの時に、じゃがいもリスナー、じゃがいもじゃない、じゃがいもとなんか競ったんだけど、じゃがいもアンチが応援に来てくれて、それで勝てたみたいな。あそこアンチも強いから。あ、やべえ、チャンピンとワンタロウとの約束忘れてた。俺、可愛い女の子最優先だからごめんって言っといて。女の子最優先だ。焼肉。なに、テルどこいんの？うまっ。うん、あくまで若干痛いけど食えるね。これ寄せとくかね。ありがとう。これも待って、うん、ありがとう。野菜一切食べないよ。あ、物によるけど、これ葉っぱ系は食べないね。葉っぱ系、なんかトマトとかは大丈夫。いけるいける。うん、スイカとかさ。スイカは野菜じゃない。野菜だよ。知ってるけど、うん、あ、分かるよ。なんとなくフルーツでカテゴリーしてしまうのはね。今閲覧何個？閲覧今130。おお。でも今日は稼げない。閲覧。今日は閲覧は稼げない。やっぱ勝った方は閲覧すごいね。うん。ぶっぱねてるみんな。そうよ。うん。慎太郎さんが名刺交換ありがとう。うん。こちらこそ。ありがとうございます。言った。スマホのレンズは買わないとダメだよって。アドバイス来たよ。お願いします。お願いします。欲しいものリストからお願いします。そうだよ、リスナーさんがプレゼントしてよ。お願いします。買ってあげな。買います。配信者貧乏人ばっかりやから。いや、貧乏なふりしてると思うんだよね、配信者って。いや、みんな金ない。えぐらい額稼いでない。え、人によってはえらい額稼いでるんだよね。カル君はステッカー販売だけで半年で350万稼いだ。やば。ステッカー販売だけで。やば。ま。え、そんな毎日ホテル暮らしでいいんだ。もう350万全部飲み代に消えたんだ。怖い。大体あの移動手段と配信スタイルがガラッと変わる。みんな電車で移動してるのが、うん、タクシーとか乗り始めたり、うんうんうん、新幹線とか乗り始めたりすると、うんうん、あ、稼いでるなと思った方がいいよ。移動手段でわかる。 あと派手ない配信者はあの
テントとかに泊まるけど、外旅配信で。テント面白いね。でも金あるとだんだんホテルとか旅館とかに泊まるようになる。だから稼いでる稼いでないかすぐ分かるよ。和道さんはどう？俺はテントだね。俺は野宿だ。全然だって稼げるわけないじゃん。でも機材の揃え方が一番プロだよね。あ、だから機材に全部っぱいよ俺。もうあの少しでもお小遣いもらえたらもうバッテリーとかパソコンとか。それは投資と考えればね。うん。うまっ。いや、うまい安い間違いない。やばいここ。いやマジでこの値段でこの安さはすごい。でここ結構ランチとかだとこれ一人とかで座れちゃうんだよね。へえ。だから一人で来たりするよ。一人焼肉いいじゃん。うん。海宝さんさ、捨て頃出たいって言ってたじゃん。うん。私ね、海宝さんとやりたいんだよ。いいじゃん。面白いじゃん。やろうよ。すいません。はい。ライス大盛りおかわりで。はい、あのちゃん。いただきます。単品でカルビってありますか？あ、だったら、このツボカルビとかいいかも。あ、ツボカルビください。その紙、その紙、2人前払うで。2人前、あ、オッケーオッケー。はい、あ、うん、食べ放題じゃない、ランチ。すごい安いよ。ね、俺が食ってんの味噌ハラミ定食800円で、ライス、サラダ、スープ、ウーロン茶ついて味噌ハラミが 200g。これで800円安いよ。いや、違うんだよ。腹減ってんのに食えなかったの。顎が痛くて。だからようやく顎が治ったんだよ。大丈夫？噛める？あ、噛める。やっと噛み合わせ直った。しかもうまい、ここ。めちゃめちゃうまい。ちょっと休憩な感じ。あ、うん。休憩？え、なんか、わざわざめっちゃガッツリ焼いてたからさ、なんか、1、2枚ずつ焼きなよ。うん、オッケーオッケー。女性も別にキックボクシングルールでいいと思うんだけどな。私やるなら総合でやりたい。総合？あ、そう。あ、でもね、総合難しいよ。何が難しいって、うん、寝技とか、うん、あの関節取ったりとかポジション取りとかって、素人の人分かんないんだよ。え、でもさ、地下格闘技ってあれ実際素人がやってるじゃん。実際素人が多いでしょ、うん、え、だったら私も喧嘩みたいなルールでやりたい。喧嘩ルールはね、でもね、立ち技の方が盛り上がるよ。いや、私が総合が好きだからさ。ああ、そっかそっか。でもさ、関節取って決めるとか分かんないんだよね、多分素人の人は。うん。あ、ニックありがとう。うん。そっか。まあね、あの、柔道やってたりすると寝技強いからね。私、相手にしてるから食べてみ。いや、俺がプロとか言ってるわけじゃないよ。俺もわかんないよ。勘違いしないで。話噛み合わないのはアスペの特徴だと。いいんだよ。はい。まずですが、うちのボスはすっぴんだから今カメラ控えてる。そちらのボスはあの今すっぴんで肉食ってるから。しかも風呂入ってないから。そうそう。つぼカルビだよ。つぼカルビ。はい。あ、ハサミで切るの？はい。焼いてからハサミ切るです。焼いてからハサミ。はい。ありがとうございます。お待ちだ。
ありがとう、応援。はい、どうもありがとうございました。でも、出てよかったよな。得るものあった？得るもの、リングからすごい学んだ。あの、9分間の中だけで、なんか、人生の教訓みたいなものをすげえ学んだよ。へー。声援とかさ、そういうのって聞こえる？聞こえる、もちろん。聞こえるけど、あんまりね、そこで緊張するってことはなかった、正直言うと。そうじゃなくてね、もうたった一人の目の前の男だけだよ、本当に。飲まれるのは。髪切ってないよ。体は足だけ痛いですね。顎はだいぶ回復した。特攻ズンズさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。ファン多いな。やるじゃん。アリス。イエーイ。イエーイ。あのズンズは結構エロネタ仕掛けてくるから。いいね。ツンツンしてみてみたいな。そっち系。あ、ありがとう。バーガーありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いや、足だよ、やっぱり。大の大人が本気で蹴ったら痛えもん。そらそうよ。これはね、あの、666っていうところの、あの、バンドですね。ブレスレット。666。666で検索したら出てくる。数字の666。その首輪は首輪？これは別に、あの、ジムズインの隣のね、アクセサリー屋さん。うん。はい、こんにちは。私それはのんちゃんにつけられた首輪なのかなと思って。自分で買った。これね、中学生17年前に買って、就任ぐらいの時に、で、そこのお店がまだあって、で、おばちゃんが生きてて、で、まだあったっつって、あの首輪売ってるって聞いたら、あ、まだある、2個だけ置いてるよっつって、倉庫から引っ張り出してくれて、で、買っちゃったんだよ。それ1個であってほしかったよね。でもすごくない？17年前のさ、全く同じのが売ってたんだよ。中学生の時につけてたやつだ、これ。針金っぽいやつ。首輪？ネックレス。これは666だね。パンクスなら知ってると思うよ。パンクスなら666絶対知ってるから。マヤさん多いから食べていい？いいよ、食べて。ちょっと一旦、こっち、あれしたいじゃん。オッケーオッケー。これ食べれば。ありがとう。カフェありがとう。そうそう、リュウシエッセイの。これハイドがつけてたんだよ、昔。デビューの頃。旅再開するよ、足治ったら。旅に出るよ。え、旅って電車で？結構旅出てる人ってさ、うん、車多いじゃん。俺は、もう、フラッと何使ってもいい。車だろうが飛行機だろうが。バムフラップとか懐かしいな。バムフラップ。ケツ当てね。これはジムズインのやつ。うまい、ここ。めちゃめちゃうまい。安くてうまいよ。北海道かな、次は。一気に飛ぶな。一気に飛ぶ。北海道ってさ、この季節の気温ってどんくらいなんだろう。うわ、気持ちいいかもね。うん。梅雨がないんだって。あ、そう。そう、だからいいらしいよ。つぼ焼きカルビ。あー、イエーイ。つぼ焼き、うまそうだな、やべえ。これまんまってことやん、すごいね。これを焼いてから切るんだって。これなんかタレにつけてあるっていう。もう漬け込んであるね。ええー。やばい。
これ2人前ずつだけど、うん、1人前が580円っていう。安いじゃん。うん。今日は17度なんだ、北海道。あ、過ごしやすいよ。わ、いいなぁ。いいね。すいません。すいません。コーラってあります?はい。コーラ、一つ。配信者ってさ、貯金したりしてんの?いや、俺は人生貯金したこと一回しかなくて、うん、一番人生で金持ったのがその時で、原付買うときの30万円。かわいい。その貯金額を超えたことはないもん。かわいすぎか。人生で一番金持ってたのは中学生の時。中3じゃなくて、ね、高1か。高1か中3のね、30万。それでマグナか。マグナ5個ありがとう。にゃこさんいらっしゃい。もしよかったらフォローして。だってさ、貯金したりとかさ、ちゃんと働くとかができたら配信者になんかなってないよ。確かに。まともな生活できねえんだから。ありがとう。これ下げてもらって、これも下げてもらってもいいですか。お願いします。あ、いいよ。ありがとう。おおお、ちょっと待って。おいい、置いといて。うん、サンキュー。ろくでもねえ生き方してんの。私アマチュア配信者だと思うんだけど、うん、貯金崩しの生き方なんだよね。あ、そうなの。うん、仕事辞めちゃったの。辞めたっていうか、結構ニート歴長くて、おうおう、でもハンドメイド作家として頑張りたいなみたいな。なんだよそれ。なんだよそれは。ろうそくでしょ。今キャンドルアーティストの資格を取りたくて、スクール通って、教会のちゃんとしたスクールなの。へえ。そうそう。あとクリスタルデコレーションのスワロフスキーから資格もらってるし。へえ。スワロフスキーのちゃんとした公認なの。公認、公認。すごいじゃん。そう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 。へえ。じゃあそういう道で食っていきたいんだ。そう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 。無線塾ありがとう。ありがとう。すごいじゃん。しっかりしてるね。いやでも言うて貯金崩しだけどね。まあ、貯金があるから。でも大変でしょ。やっぱ長売れていかないとダメなんでしょ、その世界も。まあそうだね、長売れて。だからイベントとか、イベント、なんかハンドメイドのイベントとかあるんだけど、それ出展したりとか。へぇ、面白そう。ハンドメイドのイベント。名前よりね。スワロはすごいよね。でも今スワロって結構流行ってなくって。あ、そうなんだ、下火なんだ。よくさ、スマホケースってすごいスワロ多くなかった？多かった多かった。今未来でしょ。いや俺わかんない、女の子がデコったりしないもん。いや男性も結構スワロ持ってたって。なんか G-SHOCK とかになんかデコってたりしてたよね。そうそう、今それもなんか本当アイコスケースとかなんかあるかもしれないけど。いやね、定価以上で売ろうとするのは正しいんだよ。そういう世界だよ。定価で売らないよ。俺なんかシール1000円で売ってんだよ。ゴミクズで。弁護さんに言われたもん、500円で売らないと反感買うよって。いいんだよっつって。いや少なくとも今私から反感買ってんだよ。嘘。買ったの。いや500円かと思ってた。嘘。1000円で。ぼったくりだから。いや負けた瞬間に値下げて欲しかったね。あ、なるほど。アウトレット価格でよかったと思う。特売でね。負けだから。負けだから。もう5時用ぐらいの勢いで。はいはいはい。笑うっしょ。ぼったくりだよ、ぼったくり。お疲れ様でした。背頃かっこよかった。朝知念ありがとう。ごめん。負けた。申し訳ない。拾おう。店員さん、これ切り方わかんないから切って。どうやって切んの。サイコロステーキみたいにするな。うん、斜めに切る。
がさ、こうちょっとまだ赤みが残るところが美味しそうだよね。そう、俺ちゃんと焼かないと嫌な歯。あ、そう。そう、おー、人間の卵いらっしゃい。うん、いやいや、見てくれてありがとう、うん、ありがとう、バーガー。今一番何本？200ちょい。おお。え、便所どんくらい？千何百だ。ありがとうございます。まあ、弁護さんは、だってあれだもん、あの、捨て子の解説枠やってるから、みんな見たいでしょ、それ。しょうがない。うん。あんまもう閲覧気にしてないもん。いや、でも和道さんさ、閲覧が全てみたいなこと言ってて、閲覧が全てだよ。いや、閲覧が全てなんだけど、うん、ある時から、閲覧よりも、あの、要は、閲覧って、瞬間分速みたいなもんなんだよ。なんか、盛り上がるとき盛り上がるし、行くとき行くもんね。だから、あの、なんだろう。沸かせるとき沸かすからいいんだよ。うん。それよりも、いるリスナーさん大事にした方がいいよ。バカありがとう。うん。真ん中ちょっと焼きすぎるから。うん、うん、うん。食べな。ありがとう。シャスいらっしゃい。いらっしゃい。花火ありがとう。夏ありがとう。ね、ヒカルくんかっこよかった。うん。ヒカルくんのファンなの、もともと。いや、全然。うん。あ、生で見て、すごい。ああ、そういう意味か。うん、そうだね、そうだね。ヒカルくんのファンだね。おお。かっこよかったよね、あの試合。うん、かっこよかった。いや、俺も惚れたもん。普通にファンとして好きになった。ヒカルくんのこと。友人としてじゃなくて、こいつかっけえって、本当にファンになった。申し訳ないけど、やっぱり勝つとかっこいいよね。かっこいいよ。そういうもんだよ。そうだよ。そう。負けたらね、やっぱお通夜だったもん。悪夜。初見さんいらっしゃい。しょうないよ。あれ、収録音声 KO 勝ちって相当難しいかんね。ワドちゃん、肉もらうね。うん、ワンワン食べようぜ。うん、ナーボーもかっこよくなかった。日本勢は。かっこよかったかも。やばいよね。震えた。でも、セブンさんがかっこよかった。うん。セブンさんは、ヒカル君と金八さん戦ってるけど、うん、技術的にははるかに上なのよ。うん、間違いない。そう、見てわかるんですか？わかるわかるわかる。すごいなんか。私全くセブンさんのこと知らなかったんだけど、一、うん、回もセブンさんの配信を見ないで行ったのね、うん、実物かっこよくって、うん、そうそう、ローキックめちゃめちゃ強いから、これヒカル君と金梅さん多分やばいことになってるよ。足俺よりも多分ダメージ多いと思う。あの空手の蹴りはえげつないよ。ぶっ壊れてると思う。イケメンだよね、スルーさん。そうだね、イケメンだと思う。焼肉。でもね、私と、うん、あ、捨て頃の結局私、うん、イケメンだなと思ったのは、うん、リスあのお客さんとして来てた、うん、ゆうくんだね。うん、うん、レア猫ちゃんと配信してたから。っていうのがかっこよかったんだ。かっこいい。ゆうくん。ゆうくん。でも、マイスリーとかすごいと思うよ。マイスリー？うん。もうガンガン花火上がってる。閲覧がすっごい極端に少ないんだよ。え、なに、そう、ゆうくんって配信者なの？配信者、配信者。へぇ、あ、そうなんだ。うん。へぇ、あ
ってみたかったな。チヤホヤ、チヤホヤされてたよ。私もチヤホヤしたし。家族で俺の試合見てたの。すごい。ありがとう。で、家族でパソコンの前にいたって。かわいいな。結構ね、子供と一緒に見てる人いるんだよ。いや、あんま変わったつもりないんだけどね、丸くなったってすごい言われるね。ニコ生の時と比べると。すげえ、今月190万ポイント100万以上稼いでんだ。120万ぐらいだろうな、手取り。やばくない？やばい、相当イケメンなんだ。うん、ぶっちゃけ配信つまんないもん。あ、そうなんだ。花火くれしか言わないよ。へえ、すげえな、いや、家族で応援してもらえる、でもなんかお子さんと写真撮ってくださいとか会場で言ってもらえてすごい嬉しかったよ。可愛い小さい女の子と。普段何して遊んでんの、アリサ？私、外に出てはあんまり遊ばないね。家の中？うん、ずっと配信見てる。配信して、配信見て、ハンドメイドやって。家から出ない？よく出ない。最近出るようになったかな、ようやく。夏だし。昔から？昔からではない、どんどんインドアになってきた。どんどんインドア。外に出た方が楽しいよ。私もようやくそのことにね、気づき始めた。いや、金梅さんは配信者だよ。エンターテイナーだよ。だってさ、楽屋でこれガチだよ。カメラ回ってない時に、ヒカル君が勝った瞬間に、おい、ワード、俺の作戦勝ちだわ。俺の勝ちだわ。とか言って、わけのわかんないこと言い始めて、なんか楽屋で勝利宣言を始めたの。その時になんか師弟関係、なんかこう、ヒカル君と絆みたいなのを感じたよ。俺とヒカルのタッチマックだから。いや、違いますよ。負けですよってちゃんと言っといたよ。今さ、負けたんですよって。現実見よ。でも、なぜか知んないけど、金梅さんずーっとなんか、俺は勝ったみたいなオーラを楽屋で巻き散らしてる。ヒカル君の後ね、もう、俺の勝ちだって、顔してた。二人がかりで倒したのね。で、言い張ってたの。すげえタフだわ、と思って。でも、それくらい嬉しかったんでしょ、ギャル君の勝つが。キャッキャしてる。いや、そういう男の友情大好き。足はね、折れてなかった。捻挫、深めの。ちなみに、格闘技ってのは続けていきたいの？もう一回出たい。あー、正直まだやれたっていうのがあったから、まだやれたっていうか、何もしないまま終わっちゃったから、出たい。なんか万全の状態で出たいよね。うん、そんなことない？万全だったの。要は、
心残りってもう心が前に出なかったの分かってるから、うん、要は技術とかじゃなくて何もしないままだったんだよ本当、うん、だから あのまま終わりたくないっていうのはある。私にとって怪我ってのが万全じゃないんだよ。あ、いや、もうそんなにね、ひどくなかったよ。出れてる、あの、大丈夫だった。違うんだよ、あの、青山にビビってた自分が、自分しか分かんないと思うんだけど、うん、青山に完全にビビってて、気持ちで青山に負けてたのよ。だから、その青山とやりたいとかじゃなくて、自分に負けたなって本当思ってる。うん。だから、もう一回出たいっていうのはあるけど、本当に3ラウンドあっという間だったね。多分ね、3ラウンド目にラッシュかけてたらね、多分勝ててたんだよ、あれ。多分ね、これ青山も同じこと言うと思う。青山息上がってたし、下がってたから、ラッシュかけてたら多分勝ってたんだよ。だからそれをやる勇気がなかったの、俺。自分に負けたんだよ。で、青山の目にビビったんだよ、俺。声援とか聞こえてるって言ったじゃん、うん、私ね、まあその見てる側だったからさ、うんうん、あれだったんだけど、うん、あのね、ぶっちゃけ、うん、青山応援者多すぎた。あ、そう、うん、青山すごい多かったんだ。うん、多かった多かった。男の人多かったよね、青山の応援者。あ、多かったね、うん、かぶちゃん、これ焦げてる。うん、でもなんだかんだ3分3ラウンド戦えたかんね。努力の人って言われてたよね、解説かなんかで。青山マセバみたいな顔してたよね。わかる、すげえ。うちらだけじゃない？ランチタイム終わったからもう1時半だと。いや、ここ4時まで。あ、だから昼休憩終わったの。今日平日だよ。あ、そっか。うん。森内さん、楽屋全員にメモ取ってた。プロだよ。あの、昼飯何食った、練習でどこが、必殺技パンチ何とか、誰に何を言いたいと、全員に聞いてた。で、俺は、ロッテリアで飯を食いましたって言ったのと、ロハコさんとはどういう関係って言ったら、ガチホモですって答えた。で、あの、石川のりゅうくんのすごいところは、今日の昼間、ロッテリアでガチホモしてきましたって言って、ミックスして解説したの。面白くなる。そこがすごいんだよ、石川のリューク。そうだね、上手だったね、本当。やばい、のりゆくさんの解説は超良かった。なんかもうそっち方面で食っていけるもんね。だってあの人それで食ってってるじゃん、実際。うん、そう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 。それ言ったらワゴさんあれだよね、配信で食ってる。でもさ、ほら、あの
なんつうの、業界の人とかから呼ばれてるわけじゃないじゃん。このファンに支えられてるから、スカーアイドルみたいな感じなんだと思うよ。そうじゃなくて、ほら、テレビとかラジオとか出るようになって、初めて本当のプロになれると思ってる。それこそさ、日本全こういうイベントの毎月出るみたいな、して頃みたいな、面白かったよね、休憩のトークもね。あ、お部屋ください。あ、すいません、はい、お部屋いただけますか。はい、あ、それは切れるっしょ、うん、あ、その辺のルールはしっかりしてるんだ。マナー違反なことは嫌われるの分かってる。ね、のんちゃんのこと聞きたい。なんで？え、なんか、本当に別れたの？だからいつも言ってるんだけど、あの、なんかもう女の人の話するのが嫌になっちゃって、俺自身が。あ、そう。でさ、その、じゃあ、答えを言うなら、今までは俺が別れようって言ってた。だけど、今回は、あの、のんちゃんから、あの、別れようって言われたから、だから、なんだろう、これは終わったなと思ったよ。だし、なんか、その、配信で付き合ってる付き合ってないとかで、その、なんつうんだろう、なんだろうな、やっぱりその子も嫌な思いするわけじゃん。配信者じゃないから、その子は、のんちゃんは。だからもう、そういうのが嫌になっちゃって、あんま話したくなくなっちゃった。ね、捨て頃のこともさ、あってさ、もうなんかアイドルみたいじゃん、配信者って。そう？いや、アイドルみたいだよ。いや、そんなことないと思う。いや、アイドルだよ、配信者。それは多分会場の空気見たからで、だって一般人は知らないもん、俺らのこと。まあ、配信の中でだけどさ、そういう世界、そうそう、小さい世界でね。え、だから、女性関係とかみんなめっちゃ気になってると思う。女性は特に。おー、ちゃんまんお疲れ。ごめん、ちゃんまん負けちゃった、すいません。ちゃんまんいらっしゃい。ちゃんまんごめん、ほんと申し訳ない、ほんとすいませんでした。負けちゃいました、申し訳ないです。お疲れ様です。いや、すいません、かっこ悪いところ見てしまって。ほんとありがとうございます、コメント。レジェンド来た。レジェンド来たよ。さっきね、私の見てた見てた、うん、あ、そう見てた、うん、すいません、ちょっとあんま、いやでも3万の前で、3万来てたら勝ってたよ。3万席に座ってたら負けらんねえもんな。うーん、間違いない。言い訳言い訳。なんで俺がだって誰とどこでパコってようが付き合ってようが気にならないよ、うちのリスナーは。あ、そう、うん、リスナーはそう、全然違うんだ。もうね、俺のこと弟とか子供みたいな感じで見て、俺のお姉さんたちは。憎たらしいけどほっとけない弟みたいな。
でもね、気になってる女性は絶対にいるから。いないよ。いや、いるね、いるね。いないね。いないよね。いや、いるよ。え、どこの放送にもさ、パコった絶対あるから、このコメント。いや、ないんだよ。もう俺言われないもん。だって俺がどこで何してるのか全然干渉してこない。ほら、いないって。マジで？その辺は全然。それは、だから色を売ってる男だからね。要は、色気を売ってる男も女も、スキャンダルになると嫌なの。要は、女の人から花火上がんなくなるから。俺はもう雑談でやってきてるし、恋愛関係とか色売らないから。お、ななみさんありがとう。もしよかったらフォローしてください。海宝はなんか別に俺に恋愛関係ないもん。恋愛感情ないもん。私が振ります。ん？私が振りますって。海宝。振ります。うん。俺ツイキャスで、なぜかね、ずっとおすすめ規制だからもうやる気ない。ツイキャスは向いてない、俺は。俺のこと好きになるやつなんかいないよ。あ、でもなんか捨て頃来た人に会いたいとは言われたけど、一人付き合いたいって言われたけど。いるじゃん。だから一人だけね。でもさ、付き合いたいって言われたら会ったことないんだもん、俺は。そんなわかんないよって言って。ねえ、リスナーさんは俺のことずっと見てるからわかるかもしれないけどさ、どこの誰だか知らない人と付き合えないよって。まあ、寄ってきますよね。寄ってきますけど。お、クワッツさんどうも。判定負けとはいえ、スポーツ目線で見れば君の優勢かな。いやいやいや、申し訳ない。マサルさん。そんな寄ってきますけど、なんだろうね。多分、なんだろう、配信を見てるから配信のこと俺が好きなんだよ。わかる。わかる。でもさ、配信やってればわかるけど、作られてるじゃん。限定された画面の中でさ。そう。だから、あれだよ。その、なんだろう、テレビの誰かを好きって言ってんのと一緒なんだよ、多分それ。いや、それこそもうアイドルだよ。構え方、ドレさんの構えはフリッカーっつって、デトロイトスタイルっていう構え方。今、マシバと同じ構え方。片手を下げて、攻撃、下からジャブが来る。フリッカージャブとかデトロイトスタイルっていう。な、本当はね、キックボクサーでやる人はいない。先っちょいらっしゃい。すいません。すいません、会計で。はい。領収してください。あ、いいよ、出すよ。いいの？いいよ、いいよ。申し訳ない。出す。で、ボールペンありますか？あ、領収書聞いてない。こともない人が好き。いや、好意的に捉えてますよ、僕は。嬉しいですよ。はい、どうも。はい、どうも。お待たせした。ハム食べる？はい。うん、ありがとう。うん、はい。ごちそうさまです、ね、とんでもない。一服してからでいい？うん、もちろん。うん、300名いらっしゃい。いらっしゃい。あ、一覧取れてんじゃない？結構
いや、まあ、2,300 は普通に、ちょっと普通よ。普通だいたい俺平均200ちょいだから。うん、でもさ、便所の裏番としてそうだな、便所さんが終わったんだと思うよ、多分。おそらく俺の予想、うん、便所さんの配信が終わって見るものないからワドを見っかみたいな、多分そういう流れだと思うけど、まあ、その見るものないとワド、あ、やってるわ、便所さん、やってるやってる、うん、だからあれだね、動画の流れが終わったんだろうね。いや、どうしようかなと思って、ふわっちの運営に一応聞いてみたんだけど、返信がすぐあって、もうお風呂配信自体が番対象なんだって。要は、和道さんがそのエロ目的じゃないのは重々把握してるけども、今後のその他の配信者へのことも考えて、ちょっと番にはなってしまうので、お控えくださいっていう回答だったから。岩盤浴もお風呂。いや、岩盤浴は機材が壊れる。だってね、あんな暑いところにパソコン持ってったらやばいもん。ね、だからお風呂配信は NG だね。水着つけてもダメだって。だから問い合わせた。水着つけても、要は服を着ててもお風呂の中での撮影自体をバンにしてるんだって、ワッチは。一応聞いてみてよかったよ。面白いのにね、アリス、お風呂配信ね。岩盤浴したかったわ。ね。岩盤浴対決したかったね。どっちが我慢できるか。俺40分、50分ぐらい入るよ。本当に、うん、岩盤浴好きだもん。新宿いるんだったらさ、うん、オッソとかわかる？オッソってあれ女性専用でしょ。あ、今そうなの？昔ね。え、そうでしょ？検索してみ？本当？あぶ。昔ね、男女、うん、あれだったんだよ。じゃあ今そうなのかもね。うん。多分ダメだよ。ビニールプール、ビニールプールでってそれもうネタでしょ完全に。でも水着っていうのがもうダメだったら、いや違う、お風呂がダメなんだって。多分水泳とかだったら多分、あ、水着 OK なの？いや水着、うん、わかんない、それもやっぱ問い合わせないとダメだろうけど、うん、スポーツだったらいいんじゃないの、水泳対決とかさ、企画だったら。水泳で対決できるようなところだったらさ、もう人が映るじゃん。無理だよな。うん。海は大丈夫。海はバンじゃない。鮫島さんと海配信やってるから。真冬で江ノ島まで渡るっていう配信をやって、で会社サボってやったんだけど、そうさ、会社の人に今配信見てるって言われて、くっそ怒られた。ビーチバレーは OK じゃん。多分ね、もうないよ、その岩盤浴。うん、なんか何も書いてないから、ないんだろうね。でも昔男女両方入れたよ。へぇ、ごちそうさまです。はい、どうもお願いします。どうも。うん、決まって、あ、油がすげえ跳ねてる、はい、こマスク大丈夫？うん、お願いします。明日チャリあるんだけど、どうする？まあ、動かすけど、うん、会社に嘘ついて体調悪いって言って鮫島さんと海行ったら通報が入って、いや配信見てますからって。安っ、池袋安くてうまいもんあるからいいよな。
新宿じゃなくて袋に住めばよかった。新宿より袋の方が安く住めるんじゃない？うん、だと思う。だし袋の方が雰囲気が好き。この B 級感。うん、ま、いいいい、こういう感じがいい。中野とか池袋とかいい。すごい。だって秋葉原より今オタク池袋に集まってるっていうもんね。特に女の子。不女子でしょ？そう。うん、でも今1時か2時か、もうすぐ。どうしようかな。スナーさんはどういうのが見たいんだ。どういう配信が見たい。アニメイトの本店があるんだ、こっち。キッキはコツ、初見さんフォローよろしくお願いします。高円寺とかもいいよね。高円寺でもさ、怪我してるんだってあんま歩かせたくないんだけど。そっか、便所さんの音声流れてるよ。え、そっちだよ。俺か。聞いてない。俺だ。さっきから便所うるせえ。あ、俺だ。便所うるせえなと思ってさ、俺が流してるんだ。便所の声すげえうるせえなと思って。俺だわ。俺の携帯が勝手に便所さんつけてたわ。うん、体は足引きずってますね。アニメイトとかになるとちょっと歩くんだよね。向こう口だから。あ、そうなんだ。そうそうそう。笑うよね。どっから便所の声聞こえてくんだと思う。俺のポケットから便所の声がずっと聞こえる。これどこ向かってんの？知らん。え、じゃあ行く？東口。行こう。行く、うん、無駄に歩くんだったらさ。いいよ、別に。絶対的に歩こう。うん、分かった。いや、もうね、あの、二日間家から出てなかった。久々歩いたら、やべえ。よっさんみたいになってる。向こう行ったら、もう、なんか、いろんな店あるからさ。向こう行こうか。休憩して。うん。D ロード階段ないから。階段ないよ。階段ちょっときついね。俺ふわっちでもう7ヶ月ぐらいやってるよ。ニコ生引退してからふわっちずっとやってる。一時期ね、ふらふらキャスとか FC2 とかさまよってた時期あるけど、今ふわっちが僕の居場所です。チャンピンも完全にふわっちなの？そう。あ、でもたまにキャスやったり、ドキドキライブ、うん、なんかドキなんとかやってるよ。杖買おうか。見つくろうっす。ふわっちはいいですよ。ゆっくりしてるし、大手配信者よっさんもこっちだし、ちゃんまんもこっちだし、エセアカでしょ、あ、誰いる、イモンちゃんでしょ、テルジャンビいれば、ベンゾ太郎いるし、すごいよね。ふわっちも大手ばっかりだよ。あと、サメ島さん、関慎吾、ヨシエさんまで今やってるかんね。初見さんいらっしゃい。フォローよろしく。初見さんいらっしゃい。いらっしゃい。ニコ生は、まあ、みどりさんとかネスさんとかじゃない？夜勤なんだ。おじちゃん頑張ってね。おやすみ。ピンク好きなんだね。ステンションピンク、バットのピンク。結構たまたま。でも適当でいいやと思って、うん、前使ってたバッグをそのまま持ってきた。だから私、今日日焼け止め塗ってないから超辛い。うん、なんかもう化粧もしないから。うんうん。てか風呂入ってないし。風呂入れよ。いや、だってさ、私もう普通にホテル行くと思ってたから。いや、んなお前。普通にホテルで、ああ、ちょっと髪の毛でも洗ってもらおうかな。だって好きな人いるんでしょ？え、別にさ、配信だからよくない？いやー、やだ、俺。好きな男がいる女とラブホに行く趣味ないんだけど、俺。いや、ガンガン行く配信じゃん。うん。あの建物かっこいいよね。あの、ゴミ処理場でしょ、あれ。
あのゴミ処理場がめちゃめちゃかっこいいんだよね。ドカーンと立ってんの、袋に。あれゴミ処理の煙突なんだよね、東京都の。なんで渋谷ね、池袋なんてこんな大都会でゴミ燃やすんだよな。マリさんこんばんは。なんか椅子だよね、うん。ワンワンもふわつきたね。そうそう、本当に大手全然少なかったんだよ。今普通に大手がやってるから楽しいよ。足ダメ、予算みたいになってる今。ここあれじゃん、そっち側行くさ、あのニコニコ本社あるところじゃん、よく行ったわ。あのゴミ処理場かっこいいよね。今日暑いね。ニコ生本社です、もうすぐ。トンネルだから一回電波切れるな。そんな電波切れるな。いや、ふわっちは伸びるよ。伸びるどころかみんな稼ぎまくってるよ。すごいよ。アイラなんか1ヶ月700万稼いだからね。化け物だよ。ね。手取り700だよ。アイラなんか多分半年間2000万ぐらい荒稼ぎしたでしょ。だって俺がさ、ニコ生のリスナーだったらわかるけどさ、俺が配信で飯食えてるんだよ。ニコ生じゃ考えられないでしょ。ふわっちは絶対伸びると思ってた。稼ぎ方教えてください。いやだから面白い配信やってたら普通に花火投げてくれるよ。なんかみんな花火ください、花火くださいって言ってるけど、そんなこと言わなくてよくて、普通に面白かったら、ワド今日の配信良かったよって普通に投げてくれる。ねえねえねえ、ちょっと駐輪場止めてくるから。あ、いいよいいよ、うん。ニコニコ本社到着しました。試合見た、ありがとう。ニコニコ本社、あんま稼ごう稼ごうっていう感じじゃなくて、長い目で見てゆっくり有名になってって面白い配信やってくのが一番いいと思うよ。ゆうちょ銀行対応してないのかな、わかんないけど、わかんない。でもみんな、俺は楽天とペックスっていうの使ってるから、リアルタイム振り込み。ありがとう栄太郎さん、もしよかったらフォローしてください。負けました、惨敗です。本社っていうか、これ外観、スタジオだよ。こう、地下の、これはスタジオ。こう、スタジオ、ほら。見えるかな。ここでよくニコニコの、ニコ袋スタジオつって、大手配信者がやってるよ。誰かやるらしいよ。ここはスタジオね。あ、ごめんごめん。いいよ。上がるよ。こうか。ここでね、あのおちょこと梅干しラッシュ食らったもんね、俺。4万8000円ぐらい30分で売り上げた。あ、編集長だ、うん。あ、どうもどうも、よろしくっす。よろしくっす。いやいやいや、負けたらかっこ悪いよ。勝ちたかったけどね。今日さ、新宿でさ、ホストが総合格闘技やってる。あ、はい、あのホストのあれでしょ、殴り合いでしょ。そう、キャッチとか。今日なんだ。あれ、ルールが総合だからすごいよね。すごいよね、喧嘩しようよ。喧嘩。はいはいはい。
こっち側歩きな。ありがとう。うん。これ二メート方面向かってるんだよね。わかんない。アニメイト行く？アニメとか好きなの？あれし。おー、見る見る。何が好きなの？アニメ。何が好き？今期はヒロアカとか。わかんない。最近のアニメ全然わかんない。ヒロアカ。ワイドツー。努力は。ねえ、楽しかったっすよ。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。のんちゃん、今がチャンス。今なら引きます。え、どういうこと？ココア別のリスナーさん。あ、そうなの？うん。ココアさんいらっしゃい。いらっしゃい。フォローして。して。彼女じゃないよ。うん、デート。キャスバーで2回配信してるのを見てました。あ、キャスバー結構行けますよ。キャスバーよく行きます。で、パラダイスさんって知ってるキャスの？わかんない。なんかね、うん、結構有名な、なんか、自称キャスの母なんだけど。なんか、クセゴロの日にあったんだよね、あの、キャスバーで。へぇー。あ、キャスバー行ってたの？そう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 。うん、なんか、金梅さんのファンの女の子がキャスバー行きたいって。はいはいはい。で、まあその日に行ったんだけど。うん。俺はもうあの日キャスバー行く予定だったけど。うん。もう心折れてたから帰って寝るわ、っつって。あ、こっちのが一つないか。うん、オッケー。ゆっくりでいいか。うん。さらにハゲた。ストレスだよ。ハゲた。ストレス、ストレス。なんかさ、トレーニングとかするとさ、男性ホルモンがさ、すごいよ。あれするじゃん。すごいよ。ハゲそうだよね。ハゲるよ。私、トレーニングのしすぎで一回生理止まったの。何やったの？キック、キック。あ、キックやってたんだ。そう。フォローありがとう。フォローありがとう。どれくらいやってたの？キック。1年経たなかったかな。1年経たないぐらいか。試してみようぜ。あ、靴、サンダルか。じゃあ、あ、言うやと。それ当たったらしい。バッて。1年やってたらしいよ。でもね、ちゃんとまっすぐ飛んでくるわ。怖えわ。ちゃんとまっすぐ飛んでくるわ。怖え。あ、こっちじゃダメ。こっちが痛いから。あ、そう。ああ、強そう。恥ずかしい。強いぞ、こいつ。強いぞ、この、こいつ。あの、メンヘラ一人身系の、あるしみたいなやつ、来いよ。かかって来いよ。来いよ。あ、特にゴミ屋敷に住んでる系はもうぜひ。ああ、うん。同業ね。同業仕事にしてねえよ、ゴミ屋敷。ゴミ屋敷を売りにしてる汚い、あの、汚い女子系、ね。よっさん女子。よっさん女子ね。これ強いぞ、こいつ。やっぱキックやってただけあってさ、キック、うん、蹴りの方がさ、蹴りの方が得意。うん、もちろん。いいね。ボトラー、ボトラーかどうか重要だよ。でも女の子はボトラーは無理があると思うよ。うん、やっぱ
解放とやりたいね、やるならね。なんで解放なの？なんで解放はライバルしてんの？いや、なんか、うん、こう、捨て頃に出たいっていう彼女の言葉を聞いて、うん、来たんだよね、ぐっと。あ、そう。弁当さんに言えよ。で、解放とやらせろって。解放とやらせろ。いや、でも立ち技だったら、多分私負けないから。うん、まあ、負けないだろうね。うん、なんか違うのでやりたいね。総合でね。うん。これ閲覧とこに書いてあ、ここか、うん、おお。一瞬300行ったけど、また誰か始まったんだよ、多分。え、チャンピンとか始まってそうだよね。チャンピンやってる。あ、そう、うん、モルツさん、初見さんいらっしゃい、フォローよろしくお願いします。勝負の予感せやろ。でも女の子のガチバトルとかも結構ありだと思うよ、俺。髪の毛引っ張り合いありで。あ、私そんなやってみたいね。うん、女の子髪の毛掴むじゃん、喧嘩するとき。やるやる。あれ、首ひねって痛いんだよな。私ガンガン反則しそうで怖いや。ルールが結構ガチガチだとさ。うん、お疲れっす、ソースさん。お疲れっす。お疲れっす。やべえ、俺充電器持ってきてないから、そろそろ配線切れるわ。どっか入る、アリスの枠に引き継ごう。なんか充電切れたらごめんね、アリスの枠。ひらがなでアリス検索して。アリスで。お前風俗街なんだ。いや、そんなことない。この辺はもうほとんど不女子。不女子なんだ。うん、で、よく不女子があの辺で、ガチャガチャのさ、あれとか交換交換よくやってんの。ここが不女子スポットなんや、この子。ちょっと不女子がガチャガチャやってるからちょっと行きたいんだけど。ガチャガチャ交換ちょっと見たい。あ、ほんとだ、不女子いっぱいいる。うわ、ほんとだ、ほんとだ、この公園すげえ。こんにちは、すごいよ。オタクすげえ。わあ、ほんとだわ。初出しありがとう。あ、ほんとだ。なんかやってる。あ、ここはそういう公園なんだ。タバコ吸っていい？うん。うんうん。いや、売名じゃない。俺から誘ったんだよ。暇なのか、温泉行くかっつって。じゃあ温泉じゃなくてラブホでパコローゼって言ってきたから。いや、言ってなくて、話持ってんじゃないよ、あんた。でもラブホに行こうって言ったのお前じゃん。だって、そこならさ、混浴できるしさ。うん。うん、で、岩盤浴あるじゃん、岩盤浴。池袋、池袋。持ってやっぱ？持ってて。こっち側に向けていい？いえ、風呂入ってません。すっぴんできました。アリスも結構閲覧最近普通に撮ってるからね。あれだよ、俺がリストワン撮った日アリス2位だよ。5000人ぐらいいたよ。おのれはどう。俺が新人を潰したんだよ。乙女ロードっていうのがあるんだ。そう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 。あ、でも乙女ロードっていうのかな今。なんかアニメイトの場所が結構前だけど変わったんだよ。うんうん。で、その前はそっちの方が乙女ロードって言われてたんだけど、今わかんない。うん。和道流カーマストラーって何？カーマストラーは、すごいコアな話だよ。要は、ハウトゥーみたいなもんだよ。プレゼント、なんか家出る前にいらないって言われた。いらねえよ、キャンドルとか。いいじゃん、キャンドル。柄じゃねえ。マネーいらっしゃい、和道流。うん、大丈夫大丈夫。広角レンズ買えって言ってるよみんな、広角レンズは持っといた方がいいよ。うん、いや、むしろリスナンスお願いします。いや、片付いてないって。いや、片付いてない。野暮なこと聞かないでくれよ。待ってます、片付けてくれる人。ゆうたん、お疲れ、いらっしゃい。お疲れ、いらっしゃい。それこそ配信者に頼めばいいじゃん。企画にしちゃえばいいんだよ。なんかヒカルくんが片付けてくれるって言ってたんだよね。そうだよ、企画にしなよ。
みんなで。いやもう本当にみんな想像以上っていうあれで、ももくんが一回来たんで、わかる。はいはい、わかるわかる。キックボクサーのももくんでしょ。え？違うか。ちょ。それ桃太郎か。違うか。ももくん、なんか心霊配信とかキャスでやってるらしいんだよ。はいはいはい。で、来て、想像以上っつってて。今日充電器持ってきてない。パソコンピンで持ってきたから。あと何パーだ。あれ？あれ？あれ？カーソルが。充電残りね、30%。ねえ、いいよ、俺別に部屋から出しても。だから面白くないよ。面白くない。間違い、面白くない。女装女、男装女子。男がさ、女の子になるのってできる店あんの？この辺。男？俺がメイクしてさ、フリフリのドレスして、あの、池袋カッポとかできないの？ビチってんなぁ。どう？ドレスとか女装とかできる店ないの？ねえ、それ面白いじゃんね。フリフリのワンピース着てさ。エッグ、それ見たくない？京都。京都着物でしょ？女装の、なんていうの？女装っていうの？そういうの。抱きついてくれた。いや、会った瞬間にチューしてやってくれた。ヒゲも剃って、ね。そしたら、放送してなくて、あーって感じ。俺ね、多分ね、あの、歌舞伎役者みたいな顔してるからね、普通に化粧似合うと思うよ。着物似合いそう。うん、着物とかも似合うだろうし。アリスの家で女装。服が多分入らない。サイズが違いすぎるもん。確かに。わり。ありがとう。いいよ。え、何？そういうお店があるの？あんじゃないの？新宿とかあるよ。わかんないけど。あるとしたらこっち側。着物だったら浅草か。ごめんね、ちょっと足がぶっ壊れてるから今日ブレブレだと思うわ。ちょっとアリス引きで取ってよ。え？あの、どれくらい足のダメージがあるかさ。了解了解。ちょっと待って。これ引きで俺のこと取ってよ、遠くから。あの、ファミリーマートぐらいから。オッケーオッケー。ファミリーマートぐらい。あ、ファミマから。あ、はいはい。俺が歩いてるとこ。了解了解。移動中。でも結構引きずってるんだよね。全然関係ない。上のパンダ。あー、パンダちゃんおめでとうございます。よし、じゃあちょっと引っ掛け入るね、ごめんね。ビッコ引いてる、ビッコ引いてる。この状態、これがね、戦った後のね、男ですよ。スカートでこんな感じだからね。歩いてびっくりしたもん。こんな感じです、僕は今。笑うでしょ。よっさんでしょ、完全に。アニメとあった。ガチャガチャやってる、ガチャガチャやってる。ガチャガチャめっちゃやってんじゃん。不女子やべえな。ここでガチャガチャして、ここで交換する。ここで交換するんだ。タバコ好きなんだよ、俺。愛煙家だから。じゃあ、充電も切れるし、そろそろ放送切るわ。もし開くとしたらアリスの枠で開くから、ひらがなでアリスだよね。うん。ひらがなでアリスで検索して。じゃあ、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。